瀬戸内海を望む自然豊かな山口県光市。普段はのどかな空気が漂う同市は現在、オラガ町が世界的スーパースターの伴侶を生んだと、上を下への大騒ぎだ。羽生結弦、28歳の妻が、同市出身の元バイオリニスト末延真由子さん、36歳だと報じられるや否や、住民は、真由ちゃんすごい、幸せになって、と、一様に祝福の言葉を口にした。羽生結弦が人生のパートナーに選んだ末延さんは、紀平梨花、21歳、ヤーリーナ・ザギトは、21歳、といったスケーターとの共演歴があり、フィギュアスケートにも縁があった。羽生結弦とは2019年の、ファンタジー・オン・アイスでコラボレーション。末延さんが奏でる、オリジンに合わせて、氷上で見事な舞を見せていた。交際がスタートしたのはどうやらその頃からで、4年ほど秘めた関係を経てのゴールインだったようです。スケート関係者。ロングヘアで目鼻立ちがはっきりしている上に、165センチメートルの長身とあって、末延さんはステージでひときわ映えた。おしゃべり好きで交友関係も広く、裏表のない魅力的な人です。派手めなメイクや超ミニスカートなど、ギャルな装いをする時もありましたが、いざ演奏時になると、鬼気迫る表情でバイオリンを奏でる。衣装など身へのこだわりも強く、自分の意見をしっかり言えるタイプで、異性からのアプローチは絶えなかったと聞いています、音楽関係者。しかし、末延さんは昨年秋頃を最後に表舞台に立つことを控え、SNS も削除した。今思えば、その頃から具体的な結婚準備に急ピッチで入ったのでしょう。30代も半ばになり、結婚、出産のタイミングを意識した側面もあったのかもしれません。前で音楽関係者。だが、結婚発表以降、末延さんの姿は地元、山口でも、羽生結弦が暮らす宮城県仙台市でも見かけられていないという。羽生結弦は昨春、仙台市内の高級マンションの最上階2部屋を購入した。そのうち一室には、両親と姉が暮らし、深夜のスケートリンク通いには常に家族が帯同している。羽生結弦さんと家族のつながりは強い。特にお母さんは、彼のマネジャー的存在です。かつては、スケートの邪魔になるからと恋愛にストップをかけていたこともあるほどでした。結婚となれば相手が誰であろうと、すんなりとはいかないでしょう。当初、お母さんは結婚に難色を示したとも言われています。羽生結弦家を知るスポーツライター。結婚に際して、家族に認めてもらえるかが大きなハードルだったはずだ。末延さんは見事それをクリアし、羽生結弦家の一人として、守られる存在になれた。末延さんは、現在は仙台とは別の場所に拠点を置いているようで、結婚してすぐですが、別居スタイルのようです。世界で活躍する羽生結弦さんだけに、同居にはこだわらずお互いが自由にできる、微妙な関係を選んだようです。それでも、家族のお墨付きもありますから、そう遠くない日に、夫婦でお披露目ということもあるのではないでしょうか。前出、スポーツライター。伴侶の演奏で、羽生結弦はさらに優雅な演技を披露するのだろう。羽生結弦さんは何の演出がなくても感動させられる人、有名演出振付家、ミキコ氏が驚きと称賛。Perfumeなど多数のアーティストの振付で知られる有名演出振付家のミキコ氏が、27日放送の NHKE テレ、NHK アカデミア、50-0に出演。今年2月に演出を担当したフィギュアスケート男子で昨夏プロ転向した羽生結弦さんの東京ドーム単独公演、ギフトを振り返った。東京ドームで、たった一人で、空間を作っていったアイスショーがあるんですけれども。と語り始めると、壮大な音楽と映像とともに東京ドームで舞う羽生結弦さんが画面に映し出された、もちろん今までで一番大変ではあった、と演出に頭を悩ました一方で、一人の人がドームに立った時にどうやって演出するべきなのかという、答え合わせのような演出をすることができた、と満足する出来だったことも明かした。羽生結弦さんの印象に関しては、演技を見たときに、東京ドームの空間を何の演出がなくても感動させられる人、それができる人を初めて見たっていうのが一番の驚き、と正直な心境を吐露、そこにプラスして、今まで見たことない初めてのエンターテインメントが、羽生結弦さんと一緒に作っていけるなっていうすごい手応えみたいなものがあった、と将来的な展望も口にした。羽生結弦さんとミキコ氏のタッグでは、ゆずる羽生アイスストーリーセカンド RE アンダーバープレイツアーと題し、今年11月の埼玉公演を皮切りに24年1月の佐賀公演、同年2月の神奈川公演が予定されており、世界を感動させてきた羽生結弦さんの銀盤ツアーにさらなる期待が高まる。